それでは今回が最後。これまでストレスとうまく付き合って、自信を持ってやりたいことに挑戦ができるよう、ダメージを和らげたり、ダメージから回復する力、レジリエンスを発揮するためにみんなで考えてきたな。振り返りながら昔の自分にアドバイスしてみることで、自分のレジリエンスを発揮してもらうぞ。改めて中高時代どんなことで悩んでいたのかな。私は自分だけ進路が決まらない状況がすごくストレスだったんです。周りはどんどん進路が決まっていくのに、自分だけは決まっていなくて、それでどんどん焦ってしまって、私はもうダメなんじゃないかって思ったら、やる気がなくなってしまったんです。僕は起業に挑戦するときにプレッシャーに押しつぶされそうになりました。うまくできなかったらどうしようとか、他の人が勉強ばっかしてるのに自分だけこんなことをしてて大丈夫かなとか。私は文化祭のアイディアがなかなかまとまらないときに、もともと仲が良かったグループが仲間割れみたいになって悩みました。そうだったな。それじゃあ一緒に振り返りながら、当時の自分へアドバイスしてみよう。まずへこんだとき、前に向くために一番大事なのは自分を大切にすることだったな。自分へのねぎらいの言葉ですね。そうだ。それじゃあすごくへこんでいた時の自分にねぎらいの言葉をかけてみよう。不安になっているのは頑張っているからだよ。今は結果が出ていないけど、その努力いつか報われるよ。人と違うことをしていたらそれは不安になったりするよね。でも大丈夫、それは前に向かっている証拠だよ。大事だった仲間が仲間割れしてたらへこむよね。それだけ仲間のことを考えていて偉いね。いい感じだ。自分を大切にする励ましの言葉で前に向き始めよう。次にレジリエンスはいろいろなパターンがあったよね。自分に合いそうなタイプを進めてみるんだ。当時の私も超越かける需要かな。だから自分一人で悩むだけじゃなくて、自然とかに癒されたら今起きていることも受けられるかもしれないよ。僕は一人かける需要だから、少し落ち着いてから自信が持てるようになるまで解決方法を考えて実際にやってみるのもいいかもしれない。私は友達に話を聞いてもらってアドバイスをもらうと考え方が変わるかも。そうそう、その状況に合わせた適切な回復のパターンが大事だったな。3つ目は内的なレジリエンス。自分が今までしてきた回復方法も内的レジリエンスの一つだった。スポーツをして汗を流すとすっきりするのかもよ。いつも焦ってるからカフェに行って一人になってゆっくりしてみたら。とにかく友達とおしゃべりかな。リラックスできると気分も変わりそうだな。次に自分の強みもレジリエンスだった。何が強みだ？私は希望が強みだから、きっとこれも次につながるって考えてみたな。僕は熱意が強みだな。問題に立ち向かっていくのもありだと思う。私はユーモアが強みだと思う。やっぱり友達と楽しい思い出を作ろうとすれば大丈夫。いいぞ。最後は他の人からのサポートだ。頼りにできそうな人はいるかな？兄弟が一番親身に考えてくれるから、兄弟に声をかけてみたらいいかな。同じチャレンジをした先輩がいたはずだから、先輩にアドバイスもらってみようよ。推し見て癒されよう。グッジョーブ。このように人はへこんでも前に進むことができるんだ。やってみてどうだった？あの時はあんなことがもう一度起こったら立ち直れないって思っていたけれども、自分の中にもレジリエンスがあることを知って、次は立ち直れるかもって思いました。僕は自分にも意外と頼りにして良さそうな人がいることが分かって安心しました。レジリエンスがあることを知って、さらに自信を持って挑戦できそうです。自分が友達に話していたこともレジリエンスなんだなと知って、これからも上手に使っていきたいと思います。よかったな。人間誰しもストレスによってダメージを受けるのは仕方がない。ダメージを受けた時に自分にもレジリエンスがあることを忘れないでもらいたい。自分のペースでレジリエンスを発揮していってくれ。
レジリエンスを発揮できると、バネのようにダメージを和らげたり、跳ね返して大きく前に進むことができるようになるぞ。なるほど、レジ君ありがとう。僕も少し強くなれた気がする。私も。じゃあ、もう私が言うことはないね。おや、どうやらレジリエンスを必要としている人がいるみたいだ。そろそろ向かわなければ。君たちはこれからもレジリエンスを使っていきながら、友達のレジリエンスにもなってあげるんだ。それじゃあ、元気にするんだよ。じゃあね。バイバイ。君たちがへこんでいたら、私がまたレジリエンスを伝えに来るからね。